はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、ついにですね、新型の、DJI のドローンが発表されました。今回レビューしていくのは、今発表されたばかりの新製品ということでこちらでございます。今回レビューしていくのが DJI の新型のドローンの DJI Mini 3 Pro っていうね、ドローンになります。はい、こちらですね、もう手のひらサイズのドローンということで非常にこれコンパクトなんですけども、めちゃくちゃ高画質っていうことで、 DJI のドローンの中にはいろんな種類があるんですけども、以前ですね、約2年ほど前にレビューをした DJI Mini 2っていうドローンですね。あれは DJI の中でも本当に非常にコンパクトで最もお手軽にね、撮影ができるドローンとなっておりました。で、今回レビューしていくのはその DJI のミニシリーズの新型になります。こちらはこのミニシリーズではあるんですけども、その中では最も高性能なドローンとなっていまして、だから名前にプロがついてるんですよ。まあ、つまりこれコンパクトなんですけども、性能にもかなりこだわりを持って作っているドローンとなってます。今回は実際にこちらを使いながら、どういう風に進化しているのかっていうところをレビューしていきます。では、行きましょう。はい、ということでまず簡単にスペックからお伝えしていきます。ちょっとね、開きますね。開くときは、こんな感じで、ね、足を広げていきまして、はい、このような形になります。まあ、完全に開いたとしても非常にこれコンパクトにまとまってます。はい、で、まず重量ですね。こちら今回の重量が 249g となってます。で、約2年ほど前にレビューした DJI Mini 2ですね、あちらは 199g っていう重量になってました。なんでその 199g になっていたのかっていうと、その一番の理由はこの 200g 以下のドローンは航空法の規制の対象外だったんですよ。なので前回のミニ2は航空法の規制範囲外になる 199g っていうね、ギリギリのラインで作ってくれたっていうのが前回のモデル。ただこの航空法が改正になってしまってですね、今後はですね、この 200g 以下であっても航空法のこの規制の対象に入ることになりました。それだったらもう 200g 以下っていうところにこだわるよりも、あのコンパクトさと軽量さにはこだわりつつも性能の方をより強化していこうよっていうことで誕生したのがこちらです。なのでこちら 249g っていうコンパクトさ軽量さは担保しつつも、まあ、性能面をですね大幅に進化させたっていうのがこちらになってます。はい、ちなみに航空法の規制に関してなんですけども、詳しい内容はですね URL を貼っておきますが、基本的に機体登録をするっていうのが一番重要なポイントになります。もちろんこちらも事前に機体登録をしてあります。で、機体登録をして、なおかつ、しっかりと飛ばせる場所で飛ばすんですよ。要は、この撮影をしてもいい許可を得て、この機体登録をして飛ばすっていう風にすればですね、まあ、こういったドローンを使って、まあ、撮影を楽しむっていうことは、今ももちろん可能になってます。はい。なので、まず一つポイントがですね、サイズはこれ非常にコンパクトで軽量になっているので、まあ、撮影旅行とかですね、そういった時に持って行ってもですね、このバックパックの中がすごく重くなってしまうとか、そういったことはないんですよ。はい。そこがまず一つのポイントです。はい、じゃあ次何が進化したのかね、お伝えしていきます。まず今回こちらのカメラ部分ですね、こちらのカメラが今回、大きく進化しております。まずセンサーがですね大型化しまして、こちらですね 1.3 分の1型センサーというセンサーが搭載されてます。で、さらに、こちら48メガピクセルの、解像度で写真を撮ることができます。だからもうこのカメラの部分がまず大幅に進化しましたというところです。で、さらに 4K の撮影もちろん可能で、4K の60fps まで撮れるようになっています。これ DJI Mini 2の時は 4K30fps までになってましたので、この時点で動画性能に関しても大きく進化してます。で、あとこのジンバルですね、この中のカメラジンバルがもちろん搭載されてます。で、このジンバルが実はですね強化されました。はい、具体的に何できるようになったかっていうと、横の撮影だけじゃなくて縦動画の撮影にも対応しました。だからまあこれまでよりもアングルがですねより自由になったということです。だからまあ TikTok とかですね YouTube のショートとか、縦動画っていうね需要もあると思うんですけども、まあ、そういった動画をこの、DJI Mini 3 Pro を使って撮影することができます。で、あとね非常に嬉しいところ、バッテリーですね。今回こちらの後ろ、バッテリーがついてます。こちらね、クッと、取り外せるようになっていますが、こちらのバッテリーがですねまず強化されました。今回バッテリーには2種類ありまして、インテリジェントフライトバッテリーですね、こちらが約34分間の撮影が可能になりました。 DJI Mini 2と比べて大幅にですねこのバッテリー持ちが良くなってるんですよ。だから長時間の連続撮影ができるということです。で、もう一個のバッテリーがですねインテリジェントフライトバッテリープラスというモデルです。こちらがですね最長で約47分のですね飛行が可能になりました。はい、
めちゃめちゃ長いですよね。もうちょっとで1時間に届くんじゃないかっていうぐらいの、飛行時間を、実現しています。この軽さでっていうところになるんで、まあ、このバッテリー持ちを使って何ができるのかっていうと、1回のフライトでいろんな撮影をね、することができますし、まあ、今回ね機能として入ってくるハイパーラプスの撮影、こちらもですね、飛行しながらその場でこのハイパーラプス撮影ができるということです。このあたりもこのバッテリーがこう進化してくれたことによるポイントになっています。その他安全性能も非常に高くてですね、3方向の障害物検知ついてます。だからまあ飛ばしていてちょっと障害物が近いよっていう時はきちんとお知らせしてくれますし、自動モード中に障害物が近くに来た時は自動モードが停止してですね、ぶつかってしまわないようにちゃんと制御してくれます。まあ、その他 APS4.0、それからフォーカストラックにも対応しています。で、実際ここからですね、初フライトに行った時の様子をねお届けしますので、どんな感じで飛行できるのかっていうところを見ていただきたいと思います。こんな感じになってます。はい、じゃあですね、今日はちょっとこれからですね、DJI Mini 3 Pro の初飛行ですね、やってみたいと思います。ちょっとドローンのね飛ばせる場所が近くにありますので、そちらに行ってですね飛ばしていきたいと思います。今日完全初フライトです。どんな感じで使えるのか非常に楽しみです。行ってみましょう。まあ4月の下旬ぐらいになってます。もう結構北海道暖かくなってきて、まあ日常生活の範囲に雪はだいぶなくなったんですけど、山とかね、今これから行くとこ山なんですけど、山はちょっとね前回ちょっと下見に行った時に結構雪がまだあったんですよね。なので、まあ、今日ちょっとまだ山はどんな感じなのかわかんないですけども、ちょっと撮影行っていきたいと思います。はい、今山を越えてもうちょっとでね目的地の方に到着ですね。よし、 OK。 はい、ということでドローン飛行場に到着したので、これから撮影の方していきたいと思います。今日レビューしていくのがね、これから開封していくんですけども、ちょっと、見ていきましょう。はい、こちらですね、超小型ドローンのこちらが DJI Mini 3 Pro っていうね新型の、ドローンになってます。こちらです。ちょっと開けていきます。開けてもこのぐらいのサイズ感ですね。非常にこれコンパクトで軽いです。はい、重量がですね今回 249g ということで、こう手持ちで持っても本当に軽いですし、持ち運ぶ時も、まあ、かなりこの軽さはね恩恵になっていると思います。はい、じゃあ飛ばしてみたいと思います。ちなみに今回こちらですね、この DJI の新型のこれリモコンが出てるんですよ。でこのリモコンがめっちゃ使いやすくて、というのもスマホをですね挟む必要ないんですよね。今回フライしてみようと思います。いきます。初飛行です。はい、動いてますね。こんな感じになってます。安定してる。おお、だいぶ綺麗になったな。すごい、めちゃくちゃ綺麗。いろんな機能があって、こう縦にするとこんな感じでですね、今これ縦動画になってますね。ジンバルの向きを変えることができるんですよ。でこれによって、まあ、今 の TikTok とかですね、そういった、SNS 向けのですね作例をこう撮ることもできます。これ縦動画ですね。すごいよね。で1クリックで、はい、こんな感じでジンバルの方向を変えられるから、変えれるんですよ。この撮影をズームしていったりっていうこともできるようになってます。これ2倍ズームですね。デジタルズームになってます。いろんな撮影があって、写真もですねかなり高解像で撮れます。48メガピクセルで、撮ることができるので、ちょっと写真を撮ってみましょう。こういうなんかいい景色のとこ見つけて、はい、こんな感じで写真が撮れます。被写体を見つけてこういった撮影を自動的に、撮れるっていう機能ですね。ちょっと一旦じゃあホームに戻します。戻してみますね。でホームに戻すときはリターントゥホームっていうところを長押しすると、もう自動的に今いるところに戻ってきます。あ、上にいる、上にいる、上にいるわ。上にいた。今戻ってきてます。まあ、かなりの安定性がありますよね。はい、これで着陸完了ですね。以上ざっとこんな流れになります。じゃあちょっとねこれからいろんな作例撮ってみますので、ちょっと作例映像をご覧ください。こんな感じです。
はい、ちなみに専用バッテリーがですねこちらになってるんですよね。でバッテリーは全部ねこのボックスの方に、入れてですねまとめてこう充電しておくことができます。はい、で飛行が終わったらあとは畳むだけですね。折りたたむときはこんな感じで畳んでいくと、めちゃくちゃね、コンパクトにまとまります。ほんとこのぐらいのサイズ感で、合計 249g なので、まあ、非常に軽いです。はい、はい、ということで今 DJI ミニ3 Pro 初めての飛行を試してみたんですけども、まずかなりですねバッテリー持ちが長いですね。結構1本のバッテリーでも本当にねがっつり飛ばせるので、まあ、大体この1個のロケーションで本当に1本バッテリーあればもう十分な作例取れるなっていうふうに思いました。まあ余裕を持って2本ぐらい持っとくと、まあ、もうちょっとね安心できるのかなっていうぐらいです。かなりバッテリー持ちが、まあ、強化されているので、まあ、その辺がですね、まあ、前回のこの DJI ミニ2ですね、それと比べての、まあ、大きなポイントかなと思います。あと画質のところも今回かなり強化されてますし、全体的にね相当これパワーアップしているので、ちょっと帰ってですね作例もチェックしつつ感想をまとめたいと思います。はい、では、こんな感じで、今日は帰りたいと思います。帰ります。はい、ということでいかがでしたでしょうか。こちらはですね本当に初フライト初めて飛ばしたっていう状況で、これだけの、作例が取れました。バッテリー持ちが本当に長くなってるので、あの初フライトでちょっとねいろいろいじくりつつもですね、あの1回のフライトですごいたくさんのね素材を取ることができました。で各機能あるものも一通りねチェックしてみたんですけども、ドローンが初めての方とかドローンあんまり詳しくないよっていう方でも、まあ、ボタン1個押すだけでですね、まあ、こういった撮影がねできるんですよ。いろんな機能が入ってます。このあたりがインテリジェント機能ですね。こちらに任せておくだけである程度の素材をしっかりと撮ることができるっていうのがまずポイントです。それから映像伝送システムですね、こちらも今回進化しています。これまでこの2本のアンテナから今回こちらのアンテナがですね4本になっています。ということでフル HD のライブ動画をですね、日本の場合この6キロの距離で伝送できるということです。で、さっき使っていた時にもね、ちょっと紹介してるんですけど、今回めちゃめちゃ嬉しいのがね、この新型の、こちらですね、送信機になります。ちなみにこちらの送信機の正式名称が DJI RC となります。こちらを使って操作をしていくことになります。で、これまでの DJI のドローンっていうのはスマートフォンを送信機に挟んでケーブルで接続してスマホの画面にですね映像を映して操作をしていました。はい、まあそれでも問題はないんですが、こちらですね、なんとこの中に、Android の OS が入っています。なのでこうね長押しをしていくと、まあ、アプリが直接起動されます。DJI の、DJI Mimo ですね。これが起動されて、まあ、要は、この状態でもうスマホを挟んだりせずに使うことができるようになりました。はい。だからこれ実際に使ってみたんですけど、めちゃくちゃ使いやすいです。やっぱりスマホをいちいち接続するっていう手間なくですね、ディスプレイが一体化されているので、持っていった時にもこれ持ってって長押しするだけで使えるっていうところで、まあ、機動力が上がりました。まあさらにディスプレイも解像感高くてですね、非常にこれ綺麗に映りますし、屋外でも明るくね、見れますので、まあこのリモコンの進化っていうのはね、この飛ばす上で非常にこれね、嬉しいところです。使いやすい。はい、ということで、まとめになるんですけど、いや今回久々にねちょっとドローン撮影、してきましたけども、めちゃめちゃ楽しかったです。はい、映像の方も非常に綺麗ですし、あのなおかつやっぱりこの軽いんですよ。非常に軽量コンパクトなので、荷物を圧迫せず、なおかつすごく綺麗な映像が手軽に撮れるので、まあ、それこそこれからですねこのドローンの撮影を、楽しみたいっていう方に、まあ、最初のドローンとして選ぶこの新たな選択肢になってると思います。で今回実際に飛ばしてみてですね、まあ、非常にこれ軽量コンパクトなドローンなんですけど、結構風今日強かったですよ。結構強かったですけど、まあ、安定してですねこの飛行させることができました。まあ、風の抵抗のあたりもですね非常に強化されていまして、風圧抵抗性能がですね 10.7 メートルとなってますので、かなりこの風圧、まあ、風への抵抗も強くなっております。撮影している時も映像が安定していてですね、この風の影響を受けないようにしっかりとジンバルの方も自動で制御しながら調整して、撮影することができるというのもポイントです。いろいろとですねセットの内容があるみたいなので、まあ、本格的にがっつりドローンをね使っていきたいっていう方向けに、やっぱりこのドローン本体とこの新型送信機のセットだったりとかね、バッテリーがさらにね多くついてるセットとかもありますので、まあ、もちろん単体でも購入できますけども、いろんなセットがあるということで概要欄の方からチェックしてみてください。ということで、今日は以上になります。この動画が良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。